松本人志さんがフジテレビ系ワイドなショーにて週刊新潮が報じた今井議員と橋本健神戸市議の不倫疑惑を取り上げ、不倫疑惑を報じられたスピードの今井絵理子議員について、票を入れた人はがっかりするやろなとコメント。さらに2人とも一線は越えていないと不倫関係についても否定していますが、新幹線で手をつないでいる写真を見て、一線越えてない言うても手握って東海道を越えてるわけですから、三河安城も越えてるわけですからとコメント。また同じくタレントの伊藤麻子さんは、新幹線の中で手をつなぐのを我慢できない人がホテルの中で我慢できるの？と妙に説得力のあるコメント。また最後に、不倫については基本的には擁護派と前置きしながらも、今井氏自身が政治家であることから、国会が揺れてるこのタイミングでこれから勉強します言うてた人がこれだけ新幹線でガーガー寝られたらね、俺だって移動中は一睡もせんと収録のこと考えるよ、常に考える、寝るなとは言わへんけど、こんなん見たら票入れた人はがっかりするやろな、寝る間も惜しんで基地問題考えてくれてるのかなって思うじゃないですかと締めくくりました。そうですね、まさしく松本さんが市民の声じゃないですかね。うんうん、自分たちの血税を使って密会などされたらたまったもんじゃないですからね。不倫は婚姻している人が配偶者以外の人と恋愛関係になって性行為をすることを基本的に指すので、世間から見たら成立してしまってるとは思うんですけどね。そして裁判沙汰になり離婚の原因になります。それに配偶者に慰謝料を請求されて支払いが決定すると生活の質が悪くなります。一時的な快楽の末、社会的制裁を受け今まで築いたものを台無しにしてしまいます。不倫は決して文化ではないと思いますよ。肯定派？否定派？皆さんの意見お聞かせください。